全世界の皆さん、こんにちは、こんばんは、タナです。本日は、じゃーん、こちら、僕がプロデュースをしている、東京クラフトから新しい焚き火台が発売します。今日はそちらの紹介動画をこれから、撮っていきます。こちらの新焚き火台なんですけれども、ソロでもファミリーでも薪が自由に組めて、軽量でコンパクトで調理もできるという焚き火台です。この焚き火台の性能的なところを紹介すると、こちらが本体、これが本体、今組み立てた状態で皆さんにお見せしております。こんな感じですね。こんな感じなんですけれども、まずこちら重さが 794g です。この本体、こちら五徳を抜いた状態のこの焚き火台は 794g です。で、こちらのサイズに収納ができるようになっています。コンパクトですね。で、火床が結構広いんです。ですので薪が自由に組むことができます。一方方向だけで使えるわけではなくて、いろんな薪の組み方を楽しめるというような焚き火台です。で、この五徳、こちらの五徳ですね、五徳を乗せることができます。高さが2段に乗せることができて、こちらの収納袋に関してはデザイン面がちょっと変わるかもしれないんですけれども、収納袋もついて皆さんのお手元にお届けいたします。で、まだまだあります。ここですね、このサイド、ここに風防をつけることによって風の干渉をできるだけ抑えて、かつ燃焼効率も良くするというような非常に優れた焚き火台になっています。そしてこちら、後でバラしてみるんですけれども、パーツがめちゃくちゃ少ない、パーツが少ないので組み立てがめっちゃ簡単です。これもね、皆さんね、多分ね、驚くと思うんで、ちょっと楽しみにしておいてください。で、最後に、片付けが簡単、まあ焚き火をした後に、まあ、手袋をした状態で灰をこう捨てることができるというような、焚き火台になっています。じゃあ今から細かく紹介していこうと思いますので、ぜひお付き合いください。まず皆さん、この名前、こちらの焚き火台の名前なんですけれども、マクライト、マクライトという名前にしました。マクライトの名前の由来なんですけれども、薪を組めるライト、軽量な焚き火台ということでマクライトという風な名前にしています。で、ちょっと詳細のスペックを今から、紹介していこうと思います。商品名マクライト、セット内容が本体専用ごとく収納ケースですね、先ほど見せた収納ケースで、素材に関してはステンレスサス304、収納ケースがポリエステル、使用時のサイズが360、400、高さが320というようなサイズになっています。収納サイズなんですけれども、210、400と 25mm というふうになっています。これは収納ケースを除きます。で、重量なんですけれども、この本体が 794g で、五徳部分が 135g、 1kg 切った重さにしています。で、生産国が中国となっています。この焚き火台の開発の背景を今から説明をします。なぜなら東京クラフトはクベルという焚き火台をもうすでにファーストプロダクトとしてリリースをして皆さんのお手元にお届けをしております。で、なぜ2つ目の焚き火台をデザインしたのかと言いますと、1個目の焚き火台に関しては重量がありますし、コンパクト性に欠けるというのは僕らも開発の当時から理解をしていました。ですが、あの焚き火台は僕はとても気に入っていますし、今でもなお使っています。しかしながらやっぱりね、こう予想されていたんですけれども、皆様からもっと軽い焚き火台とか、もっとねコンパクトな焚き火台ないのかってたくさんいただいたんですよ。もうね、インスタグラムとかツイッターとか、それこそ YouTube もそうなんですけれども、もうたくさんたくさんいただいて、もうこれは作らないかんと、デザイナープロダクト制作チームみんなと一緒に作ったのがこちらになります。今回のこのマクライトに関しては、燃焼効率やデザイン性だけでなく、軽量コンパクトというところにこだわって作ったというのが開発の背景となります。まあ、軽量コンパクトと連呼してますけれども、まあ、一回バラしてみます。見といてください。
1、2、3で五徳。どうでしょう。このペラペラ、ここまでね小さく薄くなってて、この収納ケースに入れてしまえばこのサイズです。横の幅も結構こだわったんですよ。ここの高さに関しては結構ね許容されるんですよ。ただね、横幅が大きいともう入らなくなっちゃうんで、そういったのも考えてこのサイズに収めました。まあ、このスリムな感じだったら女性でも気軽に使っていただけるサイズと思いますので、ぜひねこのサイズ感覚えておいてください。で、組み立てどれぐらい簡単なんやというところで、今から組み立ててみますのでちょっと見ておいてください。これをまず、これですね、まずこの状態に持っていくと、この状態でこっちのね風防のまあ上下があるんですけれども、でこれをここね、これではまりました。で立てて、刺して、これをこれで終わりです。これで終わり。これでこうやって持っても全然外れない。今特許も出願していて、この構造ってめちゃくちゃすごいんですよ。本当に上からの力が加われば加わるほど、この横がたわんで強度が増すんですよ。でかつどこを持っても結構ね連結ちゃんとしてるんで、もちろんねこんなね焚き火台なんで、ね、火を乗せてますし、火を乗せるときはもちろん移動とかは基本させちゃダメなんですけども、できる限り長くかつ安全にね、まあ、事故なくキャンプを楽しんでいただきたいということもあるんで、こういった工夫をしています。でこれを乗せると、はい。で、次なんですけれども、じゃあ薪をちょっと一回どんな感じで組めるのかというのをやってみようと思います。薪ってね結構いろんな組み方があるんですけれども、まず一つ目のね組み方、この池田型、まあ、ちょっとなんかここキャンプファイヤーみたいな感じで組む形ですかね。薪結構でかいんでこんな感じになってますけど、こういう風に組むことができると。じゃあ次別の組み方をしてみようと思います。ちょっと太いんでいけるかわかんないんですけれども、次がね合掌型っていうやつですね。こういうふうにまずねこう4方向からしっかりこう合わせて、間にまあ細い薪を入れていくという、まあこれが合掌型という感じです。結構こう上に炎が上がるんでとても綺麗に映ります。まあ、あとはもう本当に例えばですけど、一つの使い方としては、まあ、こう逆にこうテレコに左右交互に組んだりすることもできますし、結構ね本当に自由度が高いです。いろんなね薪の組み方を楽しんでいただける焚き火台マクライトになっています。やっぱり今までの軽量焚き火台に関しては軽量性を重視するがゆえ形状が制限されているので、薪の組める方向が一方方向だったりするものが多いと思うんですよ。そういったところを僕たちはなんとかこう解消して、もっとフリースタイル、もっと自由な薪焚き火を楽しんでいただけるようなものを作りたいということで、軽量かつコンパクトだけれども薪を自由に組めるというところにこだわってこちらのデザインにしています。なかなかこの機能性はないと思います。で、次五徳ですね。五徳をじゃあどう使うんやねんっていう話なんですけれども、まあ、ちょっと例えばじゃあオーソドックスな使い方は上に普通にこう乗せますよね。ここがこう引っかかるようになってるんですよ。これがねずれ落ちない。でここの幅も結構あるんで、これちょっと僕でかいタークのこれね26か27とかのでかいやつですね、これを置いて、でイーグルのケトルをまあ置いて、これでも一緒に調理ができる。これまあ一人だと
なかなかねこのフライパン使ってる人いないと思うんですけど、まあ、21センチとか、まあ、24とかであれば調理をしながら、お湯を沸かすことができるというような、使い方ができます。で、五徳が上下高さを変えられるようになっていて、これ今上の高さにしてるんですけども、この風防のところに五徳を乗せるというような方法ができます。これを下に置くことによって、ちょっとこう何ですかね、より直火に近いというか置き火で調理をするというようなこともできます。まあ、使い分けとしては、なんかこう寒い時とか、まあ、今ね夜とか結構冷えるんで、ダイナミックにこう炎を見ながら燃やしながら、みんなでこうね暖を取りながら調理をする場合は、まあ上がいいんじゃないですかね。まあ下の場合はね、薪じゃなくて炭を使ったりする時にじっくりとねこう調理ができるんで、炭を使う時はまあ下がいいんじゃないかなと思いますね。で、まあこれが燃えました、燃え切ったら、これ薪捨てるのはめちゃくちゃ便利なんですよ。ここ片っぽペコンってこう外す、こうやって取れるんですよ。でこれでこうやってハイがめちゃくちゃ捨てやすい、ハイがほんと捨てやすい。後片付けの時はもちろんこれちゃんと燃え切った状態で片っぽだけ風防を外すと、そのまま捨てることができるので、非常にね捨てやすいと思います。使えば実感できると思います。で、長くなりましたけれども、皆さん気になっている値段ですね、値段一体いくらなのかというところなんですけれども、こちらなんですけれども、本体五徳この収納ケース、全部ついて8980円です。8980円、税抜き8980円で、税込みでも1万円を切った値段でリリースすることにいたしました。で、今回なんですけれども、やっぱり今東京クラフトもたくさんの方に使ってくださっている状態になってきておりまして、もっといろんな方の手に届けたいという思いが僕ら強くて、できるだけね価格を抑えてリリースしたいということで、海外工場も含めてかなり選定をしました。で、今回ね中国でむちゃくちゃこうキャンプ用品の製造に実績のある工場になんとかお願いすることができましたので、この価格が実現することができました。もちろんね僕たち日本人が手掛けた機能美デザインで世界に打って出たいという気持ちは変わらないんですけれども、今回ねできるだけ価格を抑えて皆様に届けたいということで、この工場選定とこちらのプライスが実現することができました。で、発売日なんですけれども10月15日の6時から発売いたします。で、購入できるのは東京クラフトの公式サイトだけです。東京クラフトの公式オンラインストアをぜひ見てください。概要欄にもリンクを貼っておきますので、18時予約開始です。皆様の手元に実際お届けできるのは12月に入ってから発送がスタートできるぐらいの時間で今動いてます。で、初回のロットには限りがありますので、初回ロットは12月、その次はおそらく来年の春とかそれぐらいになると思いますので、ぜひねこれを試してみたい方は初回ロットで注文してみてください。で、今回10月15日6時から10月31日10月いっぱい予約した人、そちらの皆様にこれ僕普通に使ってるんですけれども、新東京クラフトオリジナルスパイスの新を1本つけてプレゼントしてお届けします。ですので、ぜひねこの芯に関しても、昨日もね僕ねこれポテトを買ってきて振って食べたり、あと魚焼いた後にまぶしたり、これね芯はタギもあるんで、タギがね牛肉専用って書いてるんですけれども、全然ぶっちゃけねこれ肉にかけてもうまいですし、やっぱ和風の芯の方がね僕は多用してますね。なのでちょっとね皆さんにこう試してもらいたくてこれをプレゼントします。はい、ということでですね、今回東京クラフトのマクライト新しい軽量焚き火台、ソロでもグループでもこの焚き火台に境目はないというコンセプトで、軽くて薪が自由に組めるという焚き火台を皆様の手に8980円でお届けできるように頑張りました。かなチャンネルをねいつも見てくださってる皆様、いつもありがとうございます。ぜひねこの焚き火台で
ソロでもファミリーでもグループでも2人でも3人でも4人でも楽しめますので、ぜひこれを手に取って、感想を聞かせていただければと思います。はい、それでは本日は東京クラフトの新商品のご紹介でした。本日も最後までタナチャンネルをご覧いただきどうもありがとうございました。